ホテルルームは、今日はあの皆さん、健康診断、無事終わりましたでしょうか。今日は1分だけ1分ですけれども、ちょっと今日、授業の前に一言申し上げますが、皆さん、物理のクラスの先生方からも伝えていると思いますけれども、今ちょうど、科学技術週間という期間です。で、筑波にいないとなかなか縁がないんですが、実は筑波にいるとですね、この皆さんの周りにはいろんな研究所がありまして、でこの期間に合わせて特別公開をやったりというところもたくさんありますので、なかなか忙しくて足を運ぶ機会も、少ないかもしれませんが、もし機会がありましたら、ぜひ村井高校でも話してもらって、いろんなところ行ってみてください。ちなみに僕は先週の土曜日に筑波宇宙センターの特別公開に家族で行ってきたんですが、運が悪いことにその日は非常に風が吹いて寒いので家族ちょっと風邪をひいてしまいまして、で僕ちょっと今症状が一番寒くなればひどかったんで、今日もちょっとマスクしてるのが失礼ですが、なかなかその気候もですね、寒暖差が大きかったですので皆さんもお気をつけください。で、それでは今日の授業なんですけれども、とその 先週はですね、その実数のをどのように構成するかという話まで、入るところまでやりましたので、そこから今日お話ししたいと思います。で、一応最初に先週の最後の図ですね、もう一回復習の意味で書いておきます。で、これ皆さん先週ノート取っていれば書いてある感じなので、確認してもらうだけで結構なんですけれども、と、一辺の長さが1の正方形の対角線の長さですね、を A として、この上をどうやって表すかと、今まで先週作ってきた有理数までの構成を使って、どのように表すかというのが問題でした。でより具体的に言うと、A の2乗が、2を2に満たす、実数 A を、構成するという、課題がありますというところで、昨日前回の授業は、終わりでした。でそこで、実数の構成は19世紀にいろいろな数学者がいろいろな方法で行いまして、行って何通りかの方法があるんですけれども、その中で今回この授業ではカントールという人 のアイデアを取り上げたいと思います。このカントールという人は数学における集合論という一分野の立ち上げに非常に力を尽くした人でして、で集合論というのは数学の中で数学の対象を扱う上では最も基本的な分野ですので、大体数学を勉強していく、専門的に勉強していく上では書くこともできない授業なんですけれども、そのカントールがこの実数をどのように構成するかというのをちょっと見ていきましょう。で、まず、この A の2乗が2を、満たす実数なんですけれども、これをそのある有理数で上と下からこう挟むことを考えます。で、まず、例えば1の2乗は、よく分かっていて、それから、2の2乗は、4ですから、そうすると1の2乗を、A の2乗は2ですからね、そうすると、こんなふうに引っ張ることができて、すなわち、この A という実数は、1と、
2の間にあるだろうと、まあ、こんなふうにこう挟むことができるわけです。まず、まあ、ここから出発するわけですね。で、この区間をもう少し狭めてみようということを考えるわけです。例えばこう、そうですね、ここでいう小数点の下のもう一桁、こう区間を狭めてみようと思いますと、1.4 の2乗が 1.96 でして、それから 1.5 の2乗が 2.25 ですので、そうすると、この A という実数は、まあ、1.4 と、まあ、1.5 の間にこうで挟まれるというか、まあ、一応こう、この両端の数を、まあ、分数ですね、有理数で表しておきますと、この A というのは10分の10より大きくて、10分の15より小さいということが分かります。で、まあ、これで少しこう例の挟む区間を狭めたわけですね。で、もう一段階ちょっとやってみましょう。もう一段階狭めてみますと、まあ、大体これで勘のいい人は大体察しがつくと思いますけれども、今度は 1.41 ですね。これが 1.9881 と、それから 1.42 の2乗が2.0164、まあ、こんな感じでもう少し狭めてみる。まあ、こんな感じでこう100分の141と100分の142の間でこう A を挟むことができることが分かると思います。で、一応、まあ、このぐらいやり込んでてもいいかもしれないですけど、もう1ステップダメ押しでこうやってみますと、次のステップは、まあ、1000分の1000。414と1000分の1415の間でこう実数 A を挟むことができると分かると思います。で、まあこれをどんどんこう続けていってこう挟んでいくわけですけれども、ちょっとこれだけですね、今1回、2回、3回、4回こう A をある区間で挟んでいましたので、数直線上でちょっとまとめて見てみましょう。と今、まあ、数直線、まあ、実数の数直線があるとして、で、最初に、まあ、A という値が、まあ、いい、最初にこういう1とそれから2という区間でこう挟んだわけで、次に挟んだのが、10分の14と10分の15です。こういう区間でこう挟みました。で、3番目には、100
分の141と、ちょっと見づらいかもしれませんが、100分の142という時間で、その A をですね、挟んだわけですね。で、一応、その今考えている実 A 数 A というのがここにあるということなんですけれども、仮にこの区間に名前をつけましょう。最初に、作った1と2の間の定区間を i の1と置きまして、で次に、a を囲んだ10分の14と10分の15を囲んだとする定区間を i の2と置きまして、で3つ目の区間を i の3と置くというふうにして、こう a の存在する区間の幅をどんどん狭めていくことを考えます。もう一回書くと、こんな図によって、その A の存在する区間の A の存在する区間をどんどん狭めていくことを考えます。で、このアイデアをですね、もう少しきちっと数式を使って書いてみましょう。これが区間縮小法とよく呼ばれますが、名前はそんなに気にしなくていいんですけれども、どういうことをやってるかということを、なるべく理解するようにしてください。で、ここではその区間の列というのを考えます。この区間の列というので、この i の n というのを、例としてその左側の黒板に書きましたけれども、それを一般化すると i の n を A の N と B の N の3点を持つ定区間としましょう。それから、この I の N の絶対値みたいな記号を考えますけれども、これは何を意味するかというと、この区間の幅ですね。B の N が大きい方、A の N が小さい方ですから、この区間の幅をこの I の N の絶対値の記号で表します。で、そしてこの I の N をですね、次のルールを満たすように作ります。すなわち、まず最初に I の1を作ったら、I の2というのは、それと I の1と等しいか、それより小さい。で、次に作った i の3というのは、i2 と等しいか、それより小さい。ですから、こちらの例でいうと、i の1、i の2、i の3と進んでいくにしたがって、だんだんこう区間の幅が小さくなっていく、そういう平区間の列を考えましょうと思います。で、i の n があったら、i の n プラス1はさらにこう幅が狭まる。優劣です。さらに、
この区間の個数は、どん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 増やしていって、無限個のこういう幅が狭まる区間の列を考えましょう。で考えたときに、まあ、N をどんどん無限大に大きくしていくときに、この区間の幅は、どんどんゼロに近づくということにします。でこういう条件で、ゼロを少しだから、N をどんどん大きくしていけば、その区間の幅がそのどん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 ゼロに近づくような、そういうこういう区間 の, 集まり、区間の列を考えます。そうですね。でこれを、まあ、区間の縮小率とも呼ぶんですけれども、でそうしますと、例えば、この最初に例に出しましたこの A の2乗が2を満たす、場合ですね、ここにありますように I1 から始まってこの区間の幅をどんどん縮めていった列を考えると、で最終的にこの A にその区間の端点がどんどん近づいていって、でおしまいにはその A だけが含まれそうな気がしませんか。まあ皆さんそれは皆さんの印象次第だと思うんですけれども、で実はこの実数の決め方っていうのは、こういったその区間をどんどん狭めていくと、最終的にはこの全ての区間にですね含まれる数値がただ1個定まる。で定まるかどうかは、定まるかどうかはまあ、皆さんいろいろこう直感的に信じる人も信じない人もいるかもしれませんが、でここで、定まるということにしてしまうんです。でそれによってこの A の2乗が2を満たすような実数を積まれることが、この関東部による実数の作り方です。ちょっとその構造の説明だけでは少し分かりづらい人もいるかもしれないので、もう一回文章にちゃんと本番に書きます。この時ですね、まあ、この時っていうのはその区間をどんどん幅を狭めていった時に、全ての区間IN にただ一つの点A、この場合 A ですね、この場合この A なんですね、全ての区間にこの一つの点が共通して存在することにしましょうというのがこの実数の作り方です。存在すると認めて、ここが大事なんですけど、証明しないんですね。ただこういうものだというふうに認めてしまうところがポイントです。で、これを、まあ、一つの実数と。というのが、この
パショールの合図です。まあ、言葉ではこう書いたんですけれども、もう少し数式できちっと書きますと、同じことを数式でちょっと詰めてみますと、R A が存在して。これ昨日、前回やりました、その共通部分ですね、この、リマンに定めていた区間のすべての共通部分、共通部分が、実はこのある実数 A、一点からある集合を満たす。というのが、この関東で実数の作り方ですね。こういう形になります。ですので、初めて聞くとちょっと、あんまりピンとこないかもしれませんね。有理数まではきちんと、分母と分子があって、ある整数を使って定めて、実数を作るときはどうするかというと、こういう区間の縮小列を考えて、区間の、どんどん区間を締めていくところで、1個の実数を考えるというやり方というのは、ちょっと慣れないかもしれませんが、数学を理論を作る上では、どうしてもこんなふうに、証明なしに、認める必要がある部分というのは、出てきます。で、微積分の場合には、この実数の決め方が、そういったものの代表的なものなんですけれども、これをですね、一応言葉として、注意を覚えてもらいたいんですが、これを実数の、連続性公理。で、公理というの言葉を初めて聞く人もいるかもしれませんけれども、公理というのは数学で時々やられるんですが、理論の出発点として、その証明なしにこういうことが成り立つというふうに認める、定理のようなもののことを言います。ですので、例えばこの今の実数のこの連続性の場合ですと、この区間ですね、この区間のこう縮小列をどんどんこう区間を縮めていったときに、縮めていった区間の全ての区間に、一個だけこういう数が存在するというところは、証明できないんですけれども、それが成り立つと認めて、それ以降の微積分の理論をこう作りましょうというのが、この現在我々が使っている微積分の基本になっている考え方です。質問などありますか？この間また疑問があったらまた授業の後にでも来てください。それで前回の授業の際にいろいろ予習は大事ですよというようなことも話したので、もしかすると皆さんの中にはあらかじめ教科書を読んでいて、その連続性公理として書かれているものがちょっと内容が違うなということに気づいた人もいるかもしれません。実はこの連続性公理というのはいくつか の異なった表し方があって、でそれらはどれも数学的に同値な
同時と呼ばれる関係を持っています。すなわち、と片っぽから片っぽが成り立つとすれば、もう片っぽも成り立つというような言葉を入れて、でどれも数学的には同じ意味を持った、ものなんですけれども、とまあ、今回、まあ、この授業ではその、カントールによるこの区間縮小法で、まあ、実数を作るというやり方をちょっと、説明してみました。そこで、一番あの微積分の講義の教科書にもあの、まあ、連続性講義の異なったこの表し方が ありますので、それについても触れておきたいと思います。まあ、具体的にはですね、この連続性公理がいくつか異なる表し方ができて、それらが全部同じことを表しているんだということの詳しい証明などは3学期の微積分3でやります。で一応まあ、今はその教科書に書かれているその公理をもう一度取り上げて、それについてちょっと説明をしておきます。教科書に連続性公理としてその教科書の冒頭に載っている、公理が、次のように書かれています。教科書の8ページなんですけれども、上に誘拐が減少数列が極限値を出す。これはまあ、教科書に載ってますから無理して写さなくてもいいと思うんですけれども、で、まずこの授業では直接これの証明はしませんけれども、一応ですね、これがどういうことを言ってるかっていうことは説明しておきます。例えばこれ前回のガイダンスの際にちょっと触れましたけれども、誘拐だとかですね、それから、非減少とかですね、それから、数列、非減少数列っていうような言葉が出ているので、一応この言葉について必要なことを一通り説明したいと思います。でまずこの言葉ですね、この公理の、説明を読むためには、その集合に関するいくつかの概念を理解しておく必要がありますので、そこについてやっておきましょう。集合に関してはこの集合を特徴づけるものを表す言葉として、状態とか、それから破壊とか、それから最大値、それから最小値、それから、上限下限という言葉が出てきます。
で、これらの中で、最大値、最小値は、多分皆さん、これまでの経験の中でなんとなく知ってるんじゃないかなと思いますけれども、でそれ以外の上階とか下階とか上限とか下限っていう言葉は、もしかすると初めて出る人もいるのではないかと思います。で、まず、この A というのを、実数の、空でない、部分集合としましょう。例えば、A として、マイナス1と1を単点とする K 区間なんかを思い浮かべればいいかと思います。多分その皆さんこれから数学も物理を勉強していく中で、よく言われると思うんですけれども、こういう新しい概念を学ぶときには、こういったまず単純な例をまず頭に思い浮かべて、単純な例でこれから学ぶことがどういうふうになっているのかということを考えていくっていうのは、その実際にいろいろなその概念ですね、自分の理解を深める上で、一つの有効な方法の一つだと思います。ただし、それであと、この場合は、平区間というふうにこう、連続した区間を例として取りましたけれども、もちろん、この A は一般には空じゃない部分集合と言っているだけなので、例えば、とびとびの、例えば自然数全体ですとか、そういったものも、この A の、例になります。でまずその、上階と下階の定義からいきます。一般社会ではこう下階に降りるというような読み方をしそうですけれども、数学では下階と呼ばず下階と呼ぶのが注意する。で、相撲例をある実数とします。で、この時、まず、この相撲例が、集合 A、集合 RJ の、上階であるとは、この記号はこのですね、今ですと集合 A が実数スモール A が集合ラージ A の上階であるとは、これこれのように定義しますというふうな書き方なので、どうぞどうぞ。どういうことでかというと、集合 A のこれ任意のって呼びますけども、任意の弦 X、 集合 A の任意の弦 X に対して、X はスモール A と等しいか、それより小さいというのが定義なんですけど、じゃあなかなかこれだけではピンとこない人もいると思いますので、例としてちょっと書いてみましょう。今例題でメラージエというのは-1 と1を多分 A 区間でした。で、ちょっと見づらいですかね。
集合Aはこのマイナス1と1の間の変換です。で、これに対して、例えば、スモール a としてこう2を考えます。で、実はこのスモール a、この 2はですね、この集合ラージ a の状態の一つと言えます。なぜかというと、状態の定義を見ますと、状態っていうのが、この集合 A の、どんな値よりも等しいか大きい定義であるんですね。で、例えば X がこんなところにあったとしても、X より2の方が大きい。なぜならば、この X っていうのは集合 A の元ですから、その大きさっていうのは、その大きさって、その値はですね、1以下なんです。そのどんな、X をこの集合 A から取ってきても、その値っていうのは、1を超えることはありませんから、そうするとそれは、2よりは小さいっていうことは言えるわけで。ということで、例えば、この、その例として2を取ってくると、これが A の状態になっていきます。多分、そうですね、皆さんの中で、こういうのを元にして、いろんな例題を自分で考えてみてください。例えば、0という感じになりますが、0はこの C5A の状態になるでしょうか。とかですね。それから、マイナス2、マイナス2という値は、数はその集合 A の状態になるでしょうか。とか、こう自分でこう考えてみると、だんだんこの定義というところが分かってくるんじゃないかというふうに思います。それで、まず状態の定義ですね。次に同じように破壊を定義するんですけれども、ある数スモール a が集合ラージ a の破壊とは、集合 a の2の元素に対して。X よりも、A の方が等しいかより小さくなる、逆の方程式をするわけです。で、まず状態と課題を定義しまして、で次に下に誘拐ということも出てきます。なかなかこの辺ちょっと言葉がいっぱい出てきて、こういきなり聞くと辛いことだと思うんですけれども、また、家に帰ってたとか、それから練習の時間にこうじっくり考えながら問題を解いてみてください。でまず、この集合 A が上に誘拐です。の定義なんですけれども、これは A の
状態が集合 A の状態が、少なくとも1つ存在する。ということを言います。で、それから、2番目なんですけれども、A が、下に入れたり、これは、上と下の逆にした感じですから、今度は A の値です。値が、これも少なくとも一つ存在することを言います。で、最後に、A が、単に誘拐と言いますと、これは、この1番と2番の両方の性質を満たす。すなわち、A は、上に誘拐で、かつ、下にも誘拐である。つまり、両方誘拐であるときに、単に A は誘拐であるという言い方をします。で、ちょっとその例を見てみましょう。例として最初に、こういう集合を考えます。実数の部分集合で、マイナス1より小さい、集合、この見方は皆さんどうなるでしょうか。例えばこれ、この集合を数直線で書いてみてくださいって言われた時に、パッと思い浮かぶように頭を一応そういう訓練を積んでおいてもらうんですが、例えばこういう集合ですね。数直線で書きますと、まあ、X がありまして、マイナス1は、含まず、その左側ですね、左側、まあ、こういう、こう集合になるということが分かるんです。で、この集合を見ますと、この A は、上に誘拐ではあります。上には誘拐です。けども、下の字には誘拐ではあります。証明できるようになるということで、またきちっとそれがなんでっていう、なんでって聞かれたときに皆さんにも答えられるようになって、いてほしいなとは思うんですけれども、実際これも証明はちゃんと書くことができます。ただちょっとこの講義の時間ではそこまで時間を割く時間がないですので、ちょっとこれは
練習の時間に練習の先生に渡辺ひょっきり見るとか自分で考えてみるとか、それから、まあ、この授業の中に僕に質問してもらってもいいですので、これは各自で考えてみてください。それからもう一つの例として、例えば X がマイナス1から1の範囲というのは、これは要はその先ほどの定義に例題に出してきたベクターですね、1とマイナス1と1を判定するベクターですけれども、これは実は上に誘拐で下にも誘拐ですので、この A は誘拐であるということが分かると思います。ここまで大体私の方は嬉しいですか。で次に、最大値と最小値の定義をやっておきます。ここでもこのスモール A というのはある実数としますけれども、まず最初にこのスモール A が、集合 A の最大値、最大値ですね、最大値であるとは、このスモール A は、この集合 A の原子であって、かつスモール A は集合ラジの状態である、というのが定義ですね。定義ですね。それからつまり、スモール A が A の、ラージ A の集合 A の状態というのは、先ほど状態の定義で書きましたように、その集合 A の任意の点 X に対して、X が A と等しいか A より小さいということになります。でこの A をですね、まあ、よく皆さん今まで見たことある言葉だと思いますが、このマックス、マクシマムを使って集合 A の何に伝えられるマクシマムではないというふうにやってます。まあ、この辺は多分そんなに違和感はないんじゃないかな。も定義します。実数スモール A が集合ラージ A の最小値、はい、であるとは、この
相撲例ですね。この相撲例は集合の弦で、かつでこの相撲例は集合ラジエの都会であるというふうにいうことで表します。一応これですね、都会の定義をもう一回書くと、2の A の弦 X に対して、X が A 以上である。で、でこの時参照値は、まあ、ミニマムということが使いますので、まあ、こういうものでまあ表します。まあ、先ほどですね、この集合の上階下階っていうのをやったんですけれども、それとちょっとそうですね、この最大値最小値が、どう違うかっていうのは、で先ほどと同じようにこのマイナス1と1を観点に持って定数感を出れる。考えてみると、例えば、この集合 A の最大値は何ですかって言えば、大抵の人は1ですというふうにちゃんとパッと答えられると思うんですけれども、で先ほどの状態と違うところというのは、この最大値というのは必ずこの集合 A の弦になっているところですね。さっきの例ですと、例えば、X イコール、A イコール2というのは、実は集合 A の上階にはなっているという話をします。でも最大値ではない。なぜかというと、この2という数はこの集合 A に入ってないからですね。1だったらちゃんと集合 A に入っていて、しかも、この集合 A の2の数というのは1と等しいか、それより小さいということが保証されています。そこが上階と最大値のちょっと違うポイントだというところを確認しておいて、最小値も同じようなことが言えます。で最後にその上限下限というのがあります。でこれも相撲例というのを実数としますけれども、最初にこの相撲例が、集合ラジエの上限、もしくはこの上限というのはその性質から、最小の上階等とも言えるものですから、最小上階と書く場合もありますけれども、その上限とは、この A がこのラージ A の、上階の中の、最小値であるということを言います。で、これをですね、
この、まあ、上限最小値であるって言ってしまえば、まあ、それでおしまいではおしまいなんですけれども、大体あの証明なんかの問題を解いたり、それから ある数がある集合の上限であるということを証明したりするには、このきちっとしたその数学の式による定義も必要になりますので、それを一応ちゃんと書いておきますと、まず最初に、集合 A の2の数 x に対して、x は A と等しいかする1。これは上階の定義ですね。だから上限というのは上階になっているということに気をつけてください。で、次がちょっとややこしいかもしれませんが、2の実数イプシロン、正の数ですね、正の数イプシロンに対して、ある xA の、ある A の集合 A の数 AX が存在して、ちょっとここの書き方も今説明しますけれども、x は a マイナス1より大きいと。これはですね、さっきだったという、英語の単語、英語の接続詞ですかね、これを s ピエロ、t ピエロというふうに。縮めて表すんですけれども、もう一度この今の文章を見ます と2位の正の数イプシロンに対して、ちょっと逆になりましたが、大体上になります。2位の正の数イプシロンに対してあるA の元 x が存在して、どういう性質を満たすかっていうと、 a マイナス1よりの x が大きくなると。で、ちょっとやっぱりこれがですね、初めて見る人には一体何を言ってるんだっていうふうに非常に疑問だと思いますので、これまたちょっと例題を挙げて説明したいと思います。例えばですね、この集合 A を今度はマイナス1と1を半点に持ってるんですけど、半分 A で半分解で解除しましょう。だからマイナス1の方は半点含むんだけれども、プラス1の方は単体含まないような、そういう集合を考えましょう。で、こういう集合を考えたときに、最大値、最小値は、存在するでしょうか、というのをちょっと考えてみましょう。先ほどの最大値最小値の定義からですね、最小値は存在するんですね。先ほどの最小値の定義にもう一回戻ると、この A の最小値はマイナス1です。なぜかというと、このマイナス1っていうのは A の元になっていて、で A の2の元っていうのはマイナス1と等しいかそれより大きいということで、このマイナス1というのは A の最小値。見てみようか。さて、この A、集合 A に最大値は存在するかというと、実は存在しないんですね。それはなぜか、説明できるでしょうか。
例えば、まあ、こういったところをですね、まあ、非常に1に近い値がもし最大値だとしましょう。まあ、大体数学の場合ですと、微小な数が数のイプシロンとして表しますから、例えば1のやつイプシロンがこの A の最大値だとしましょう。そうすると最大値っていうのは、先ほどの定義から、まあ、A の弦であるんですね。A の弦であるんです。そして、A、集合 A の2の弦よりも、等しいか大きいという整数を満たしていなければなりません。ところが、ここで、実は、これよりももっと1に近い数を見つけることができますよね。例えば、1マイナス2分のリプシロンという数を持ってくれば、これより真に大きくなってしまいます。ということは、この1マイナスリプシロンというのは、この集合 A の最大値になり得ないわけですね。で、実は、このリプシロンの値をどんどん小さくしていっても、これ同じ議論ができることで、実はこの集合 A には、この最大値は存在しません。ところが、最大値、最小値だけでその集合をこう抑えて表そうというのは、こういう集合に対しては無理なんですけれども、じゃあなんかそれに代わり何かうまい表し方が、あった方がいろいろ便利なんですね。でそこで、この出てくるのはこの上限という考え方です。で上限という考え方は、状態の中で最小のものを指すというわけですね。で、ですので、例えば、この A イコール1は、この集合ラージ A の上限になっているかというと、実はこの定義にはなっています。となぜかというと、まず、この A イコール1というのは、この集合 A の上階なわけですね。この集合 A の5の数よりも A は大きいはずです。なぜかというと、この集合 A というのは1より真に小さい数ですから、そして1は、まず集合 A の上階だと言います。で、問題はこの次の2番目のその定義、この条件式なんですけれども、その例が上階の中で最小値であるというのをこういう言い方をしているんですね。でこれはどういうことを言っているかというと、例えばここに 1A イコール1っていうのを考えたときに、この、まあ、あるイプシロンだけ小さい、こういう A マイナスイプシロンという点を考えましょう。でそうすると、実は、この集合 A、ラージ A の中に、この A マイナスイプシロンよりも大きい値が存在することが分かるでしょう。例えばですね、まあ、単純に A マイナス2分のイプシロン。2分の1のすれば、ここよりも大きいですよね。で、だからその、で、こういう議論っていうのは、このイプシロンの大きさをどんなに小さくしても、この A よりもどんなに小さいところで少し小さい値をとっても、それよりも大きな数が集合 A の弦として存在するということを言っているということは、この A イコール1より小さい値は集合 A の上階にはなり得ないということを言っているのと同じだと思います。ちょっとややこしいですけれども、ただ、この2番目の言い方っていうのは、言い方をもって、この1という値が、この場合は集合 A の上階の中で最小のものであるということを言っているように、注意してほしいと思います。ちょっと難しいですが、よく何回も繰り返し考えてみてください。
そして、加減ですね。加減の方も同じように定義になります。基本をちょっと忘れていましたけれども、上限に対しては A を、このように書きます。これは A の中でスプリーマンのことです。これはスプリーマンの略で、それから加減の方は、よくイメージって使いますけれども、これインフィナーのやつです。インフィナーのやつの講義ではその、基本的なこの定義の説明で大体時間的にはそれ以上なかなか時間取るのは難しいので、その具体的な問題をぜひ取り組んでもらいたいと思いますけれども、その辺は演習の授業でもそういった演習問題が出ると思いますから、ぜひこちらも演習の方でもよく勉強してください。次に、そろそろ時間が落ち着いていると思います。はい、じゃあ、数列の用語を一回やってみましょう。数列は多分もう皆さん高校の数学でやっているから、今更こうきちっと定義を書くまでもないと思いますけれども、A1 とか A2 とか A3 とかっていうふうに、
一応この微積分ではこの実数を対象に扱っていますから、今はこの実数を番号 N に従って並べたものということにします。これ全部実数です。で、これを、まあ、皆さんに学んでいると思いますが、中括弧で作って、まあ、AN とかですね、それから、N が、まあ、1から2円台などとは、で、第一なのは、その数列が誘拐であるとか、それから単調増加とか単調減少という言葉ですね。実はここで先ほどやりました集合が誘拐であるという概念が出てきます。で、これはどういうことかというと、この集合を見て、それが何を指すかというと、皆さんパッと思い浮かぶでしょうか。これは何だったかというと、AN で、AN の集まりで、N は自然数からいっぱい取ってきなさいと言ってるから、要はその数列の各辺の集まりなわけですね。数列の値の集まり。ですので、並べてみれば、まあ、実数の部分集合になるということに注意する。で、この数列の各辺を集めてきた集合が、上に誘拐であるときに、この数列は誘拐であるという言い方をします。
それで来週なんですが、来週5月1日なんですが、確か、振り返りの授業ですね、木曜日ですね、木曜日の授業ということですので、今回、来週はこの授業ありません。で、非常に残念な人もいると思いますが、あるいは連休が増えて、もう嬉しい人もいるかもしれません。次の授業は勉強やっていられますので、皆さん、良い勉強をお持ちしておりますので、また勉強します。質問だけで、今日は終わります。